みなさん、どうもこんにちは。うぷ主のミート。パラガスでございます。嘘だよな。いやー、すっかり秋って感じになってきましたね。秋と言ったら芸術の秋。芸術と言ったらこの私。パラガスでございます。なんでどいつもこいつもパラガスなんだよ。じゃなくて霊夢ちゃんでした。なんでピンキーパイがいるんだ。それは私が召喚したからさ。適当なこと言ってんじゃねえ。ほんとだよ。今回は、マイクラ超企画。バケツモッドとバクテリアモッド、どっちが凶悪か対決。え、バケツモッドとバクテリアモッドだって、どっちがより凶悪かなんて燃えるわねー。いやいやいや、んなことやったら大変なことになるだろうが。バケツモッドとバクテリアモッドがどんなモッドか知らないという方のために、まず最初に簡単にそれぞれの説明をしたいと思います。やる気満々かよ。まず最初に、バケツモッドの説明です。このモッドは、たった一回のバケツでブロックというブロックをすべて破壊し、平和なマイクラ世界を無にする凶悪なモッドです。どんなブロックでも溶かしちゃうのが恐ろしいわよね。一見ただのバケツなので、誤って飲んでしまったら。お次はバクテリアモッドのご紹介です。このモッドは、バクテリアに消したいブロックを覚えさせると、その覚えさせたブロックを食らい尽くしていきます。こいつらは学習能力があるから怖いぜ。ただこちら側で消したいブロックと消したくないブロックを指定できるから、その分、使いやすいっちゃ使いやすいわよ。ということでこの二つの最強モッドを対決していくわけですが、ただ対決するのは面白くないので、この湖の主に、どこで対決したらいいか決めていただきます。え、この湖の主。主、この二つの凶悪モッドの対決はどこでやったらいいですかね。おーい！主全く聞いてねえじゃねえか。おい、主。ちょっと話聞いてくださいよ。お年玉あげるから。なんじゃ、お年玉くれるのか。この金の亡者が、こいつにだけは絶対に言われたくねえ。すいません、凶悪なモッドをどこで対決したらいいですかね。そうじゃな。若い女子活動新しくできたカフェなんかどうじゃ。お前が生きてだけじゃねえか。それか豚しかいない公園か。それ養豚場じゃねえか。主に言われた通り、若い女子活動新しくできたカフェに来ました。こんなところで凶悪モッド対決なんかやったら地獄絵図だぜ。あら、私がよく行くカフェにそっくり。つまり私は女子力が高くてとってもイケてるってことね。何一人でブツブツ言ってんだ。すいません、このカフェはどんなカフェなんですか？インスタ映えするカフェです。ミーハーかよ。とんでもないクリームのパンケーキとか、めっちゃカラフルな色のアイスとか。いえ、カラフルなキノコです。毒キノコじゃねえか。へえ、ここは毒キノコカフェなんですか？はい、テラス席に召し上がったお客様がいらっしゃいますよ。首が。毒キノコを食べて天井に首がはまったのね。絶対毒キノコなんか食っちゃいけねえ。毒キノコプリーズ。よし、この街の真ん中にしよう。最初から主になんか聞かなきゃよかったんだぜ。それじゃあまずはバクテリアに全てのブロックを学習させましょう。この街はかなりの種類のブロックが使われてるから、こりゃあかなり大変だね。ああ、積むだけでかなりの労力だぜ。はあ。ようやく詰めた。あとはトーチとバケツを用意すれば OK ね。でもバケツかバクテリア、どっちが威力がすごいか気になるぜ。それでは参りましょう。さあバクテリアに火がつきました。そこですかさずバケツも。さあこの対決、一体どうなるのか。あれ？バクテリアが仕事してないわよ。おい。まったくバクテリアが動かねえぞ。ちょっと覚えさせるブロックの量が多すぎたのかもしれない。この勝負、やり直し。さあ、今度こそ勝負がつくことでしょう。私の予想だとバケツが勝つと思うわ。いや、意外にバクテリアが勝つかもしれないぜ。今のところいい勝負だ。この勝負、こんなに接戦するとは思わなかったぜ。あら、なんかバクテリアの方が地中深くまで到達してる気がするわ。おうおう、まさかのバクテリアがバケツを押してる。嘘でしょ。これはもう。さあ次はロボットみたいなのを倒すステージをやっていくよ。このステージもすげえな。そうね、でもまだ私には及ばないわ。どの口が言ってんだ。この建物に入ればいいのかな。ここはまるで研究所みたいだね。そうだな、ロボットを作ってんじゃねえのか。うわぁ、きっとロボットにやられたんだわ。これじゃ大変だ、人間界がロボットに制圧されていく。そんなのは絶対嫌だわ。でもロボットは自宅に1台欲しいけど、こいつ楽する気満々だぞ。これは後ろ向きに行くしかないから行きづらいね。案外後ろ向きでも簡単さ。あとは下に降りていけばいいはずだぜ。この建物から出られるのかしら。
きっと左側の扉が開くと思うよ。なんだ、今スイッチみたいなのが作動したよ。これで扉が開いたわね。おお、外に出れるようになってるよ。さあこの先を進んでいこうよ。地下に行ける道があるぜ。慎重に行くわよ、いつ何が出てきてもおかしくないわ。これはどっちに進めばいいのかな。多分前方に進めばいいんじゃねえのか。でも後ろにも何があるのか気になるよ。この寝そべってるのは何かしら。ロボットだよ。絶対違うぞ。なんか奥にいるよ。あんたはもうすでに死んでいるよ。なんだあいつ、初対面なのにめっちゃひどいな。そうだな、失礼極まりねえよ。もしかしてさっき言ってたことが警告なのかもしれないわ。はい、私はメアリー。こいつらまさか地下で生活してるのか。そうさ、地上には化け物がいるんだ。なるほどね、だからここで生活してるのね。もう僕が来たから安心しな。なんとしてでもこの街を取り戻してみせる。スーパーヒーローになったつもりか。私も一度でいいからかっこいいセリフ言ってみたいわね。言って終わりかよ。さあどんどん奥に進んでみよう。そもそもここって出口とかないのかな。多分その道を直進したら出口だと思うぜ。ふう、やっと出られたよ。よくあんな空気が悪いところに住んでるよな。住むとこねえから仕方ねえだろ。さっきとはまた違った景色ね。うん、きっとゴールに近づいてるんだよ。今度はこの建物に入るんだね。なんか家の中がやべえな。うん、めっちゃ荒れてたよ。あれ、ここは行き止まりか。それに矢印も出てるな。多分この階段を登って2階に上がるんだわ。おお、すごい作りだね。これは私が作ったステージだからね。お前が作れるわけねえ。あともう少しでロボットと対決が待ってるよ。どうやってロボットに対抗したらいいんだ。それはわからないわよ。もしかしてクソ雑魚かもしれないわ。そんなこと思ってるのはお前しかいねえ。大丈夫だよ、きっと勝てる方法があるはず。あれ、ここはいけないのか。なるほど、ここに道があるっていうのね。あ、やっと着いたよ。お前が最後の人間か。いえ、違います。地下にたくさん隠れてる人がいます。お前暴露してんじゃねえ。なんだと。まあいい、まずはお前から始末してやる。まずいわよ、多分攻撃が来るわ。これが攻撃かい。全く当たってないよ。な、何、俺の十割の力でもダメなのか。くっそよえ。あれ、もう攻撃は終わったのかな。ああ、終わったみたいだ。今回は俺の負けだ。もう地球を侵略するのはやめたよ。めっちゃ弱。はっはっは、僕は地球を救ったよ。なんであんなに弱いのに乗っ取れたのか不思議だぜ。まあいいじゃないの、これで平和になるんだから。なんだ、まさかあの男に俺はやられたのか。こうしてロボットのボスを倒して平和になった。どうやって倒したのか私たちにはわからんけどな。今度はこの間紹介したやつの続きをやっていくよ。まあ続編というやつだぜ。果たして今回もうまくゴールすることができるのか。大丈夫、僕に任せなって。前回もやってるから平気。誰が平気だって。そう簡単にはいかないわね。今度はあのトラップには引っかかんないように気をつけないと。そうよ、慎重に進むのよ。まさかトラップがあったのは驚いたけどもう大丈夫だ。ふう、超えられたぜ。うわぁ、また神みたいなモンスターがいるよ。へっへー、ちょろいちょろい。わぁ、この中真っ暗で見えないわよ。うん、制御不能。もっと慎重に行けよ。多分この下に降りて進むんだな。これ絶対落とし穴よ。なわけねえ。おお、この道で合ってるみたいだね。また仕掛けとかあるから慎重に慎重に。結構奥まで進んできたわね。きっとゴールも近いわよ。ああ、油断しねえように気をつけないとな。なんだこれは、歯車かな。そうだね、これに巻き込まれないようにしなきゃ。これ進むのめっちゃ遅いわね。明日の朝になっちゃうわ。なるわけねえだろ。もう遅すぎて飛び乗ってきたよ。なんか嫌な予感がするぜ。大丈夫だよ、ノリと勢いがあれば。大丈夫じゃねえよ。ああ、歯車にスクラッチされちゃったよ。跡形もなくなっちゃったじゃねえか。いいか、痛いね、ちっとも良くねえぞ。今度はスクラップになってたまるか。そうよ、絶対クリアしないといけないのよ。まあここら辺は一度通ったところだから大丈夫ね。おい、今結構スレスレだったぞ。そうよ、たとえクリアしたところでも気を抜いちゃダメよ。やっと着いたぞ、今度はやられないよ。ここにもゴリラがいるのね。いねえよ。あとはこの道をまっすぐ進めばきっとゴールだよ。よかったわ、あの歯車のところを通れて。そうだな、もうゴールは目の前だぜ。よかった、今回も無事にゴールにたどり着けた。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか。それじゃあ今日も闇闇じゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃんけん、ポン、あっち向いてー。ほい、私もバケツが勝つと思ってたからびっくりしたぜ。それじゃあまた次回も勝負しような。